敵は神、己の野望のためにも神でさえ恐れの男ダオ。何よりもまず食料と車だ。この村なら手に入るかもしれん。ん？なんということ。おい、一体誰がこんなことを。で、奴らはどこへ？西。西ということは、アイリーたちのいる村の方角。ケン、俺は村に帰る。剣王の部隊が、こんな小さな村にまで手を伸ばしている以上、アイリーやリンたちを残してきた村のことが心配だ。今日は北斗七星がよく見える。その脇で輝く小さな星までも。さあ急がねば。アイリーやリンの身に何もなければいい。ん？あれは？バッ！何があったんだ？村がどうしたんだ？何？アイリー！人の皮をかぶった悪魔め！どうしたリン！しっかりしろ！リン！リン、お前！自分のことよりも、アイリーの身を案ずるとは。まだ年葉も行かぬ子供なのに、それを、こんな目に。この悪魔め、許さねえ。てめえろ！てめえろ！てめえらの血は、何色だ！リン、しっかりしろ！リン！リン！しっかりしろ！リン、お前、自分のことよりも、アイリの身を案ずるとは。まだ年葉も行かぬ子供だというのに。それを、こんな目に。許さん。てめえらの、てめえらの血は何色だ！キャオキャオキャオ、ああ、キャオキャオキャオ。死にたい奴からかかってこい。どうした？遠慮するな。さあ来い。来いと言ったら来い！シャオ！シャオ！シャオ！ああ、シャオ！シャオ！うわっ！シャオ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 ！今度は貴様の番だ。ふん。何がおかしい？何？何？アイ！出るな！アイ！アイ、お前。あの抗う術を知らず、周囲の風に流され、人形のように生きることしかできなかったアイリが。そうか。俺の弱点はなくなった。アイリは俺から離れた。これからは自分の意志で生き、自分の意志で死んでいくだろう。みんな下がっていろ。こいつ、ガソリンを食らう生き物か。つまらん芸だ。その程度の大道芸でこの俺と戦うつもりか。はっ、哀れな奴。はっ、剣王、いや剣の兄ラオウだな。ならば貴様にも俺の神髄を教えてやろう。行くぞ！心配するなり、
俺は戦うことでしか、剣やお前に恩を返せない男だ。ラオウの首は、俺が取る。てめえら。てめえらの血は、何色だ。剣王、いや、剣士郎の兄、ラオウだな。ちょうどいい。この場で俺が片付けてやろう。ふん、ならば貴様にも俺の真髄を教えてやろう。リン。ふん、心配するな。俺とてなんと水長剣を極めた男だ。ラオウの首は俺が取る。ある。何？おいんのか？ならばそこで馬ごと死ぬがいい。ずあ！死ねえ！なんだ今のは。何？奴が手綱を握ったまま動いてはいなかったのか。では俺が見たのは何だ。俺には無数の剣の攻撃が見えた。陶器剣。ならば余計にラオウを倒しておかねばならん。俺は一度人間としての自分を捨てた男だ。はい、お前の救出のためだけに生き、世を呪い、時代を憎んだ。だが、俺は剣に出会った。時、そしてマミア、リン、バット、お前たちに。リン！お前たちは、飢えて乾いた狼のような俺の心に安らぎを与えてくれた。俺は人間に戻ることができたんだ。ラオウ！貴様をここで倒す！黙れ！たとえこの身が砕けようと。貴様を生かしてはおかん！俺は戦うことでしか剣やお前たちに報えない男だ！何度究極を鬼、断固総裁剣！みんな、俺に力を貸してくれ！何度究極を鬼、断固総裁剣！剣、待つんだ。やめろ剣。今のお前ではラオウにはかなわん。わけが、お前では絶対に奴には勝てぬわけがあるのだ。やめろ剣。今のお前ではラオウにはかなわん。わけが、お前では絶対に奴に勝てぬわけがあるのだ。ダメだ剣。戦えば死ぬ。今は逃げろ。二人の剣は同じ激流だ。ぶつかり合えば、たとえ相手は倒せたとしても、自分も砕け散る。レイ、やめてくれ。剣、どうしても戦うというのなら、これだけは胸に刻み込んでおけ。お前は、生きねばならん。たとえ相打ちでも、それは負けと同じだ。お前はこの時代に必要な男。リンやバット、いや、すべての人々のために、お前は生き続けなければならんのだ。流しているのだ。ラオウの闘気は変わらぬ。だが時はそれを受けずに流している。いや、むしろ激流のようなラオウの闘気を飲み込んでいるようだ。まるで、聖水のように。見ろ、二人の間合いを。ラオウが寄れば、それだけ時が引いてかわす。だから空気が乱れんのだ。初めて時が前へ出た。やはり持久戦に。これでは時もラオウもお互い逃げ場がない。剣法では。それも達人同士の戦いでは、ただ睨み合うだけでも、凄まじいエネルギーを必要とする。ほんのわずかな気迫の乱れでさえ命取りになる。まして時は病に。剣法では、それも達人同士の戦いでは、退治だけでも凄まじいエネルギーを要する。わずかな気迫の乱れでさえ命取りになる。
まして時は病に。北斗神拳。え？一子相伝の北斗神拳。2000年の歴史は俺たちが思うよりはるかに崇高で重い。それを時は死をもって剣に教えようとしている。凄まじい闘気が俺には見える。今二人の間に無数の月が交錯している。マミヤ、やめろ。やめるんだ。ボウガンなど何の役にも立たん。北斗神拳の奥義には西真空派がある。お前が放った矢はお前に返ってくるぞ。マミヤ、やめろ。ラオウ、やめてくれ。その女だけは、その女だけは殺さないでくれ。そうだ、マミヤ、マミヤは俺に愛を教えてくれたたった一人の女だ。頼む、マミヤを、マミヤを殺さないでくれ。マミヤ、マミヤ。いや、今の剣なら、あの剣士郎ならば、もしかして技と肉体ではラオウが勝る。だが時の飛行爆すら破った剣の魂なら、もしかして、ああ、あれはなんと世間だけに伝わる奥義。なぜラオウがあの剣を。互いに寸前で見切っている。達人同士の戦いでは相手の技を完全に見切ることはできん。残された方法は寸前で己の肉体を切らせ骨を断つのみ。野望の帝王のもとには野望を持った部下しか集まらぬ。愚かな。大丈夫だ。ついてくるな。いずれこの足も。これがラオウの言う恐怖らしいな。何を謝るんだ。いいんだ。後悔はしていない。いや、むしろ俺はお前に感謝している。俺は世を憎み続け、すさんだ心で生きてきた。だがそんな時お前に出会った。そしてリン、バット、マミヤ、こんな時代でもまだ見捨てたもんじゃない。そう思うようになった。そして俺も人の心を取り戻すことができた。あとは死に方だけの問題だ。死に方のな。ん？何？マミヤ、俺のために。平気だ。マミヤは俺のために危険なメディスンシティに一人で行った。俺が行かないでどうする。行くな。これは俺がけじめをつけることだ。昼でも視聴性が見えるようになったか。こうしてはおれん。剣。どこまでもおせっかいなやつめ。どこにいる、マミヤ。死ぬな。マミヤ、バカなこと。俺なんかのためにこんな危険を。マミヤ。誰かは知らぬが、そこにいる女にほんの少しでも傷をつけてみろ。俺が生かしてはおかん。マミヤ、下がっていろ。はっ！
ありがとう。大丈夫だ。遅かったか。早く教えてやろうと急いで戻ってきたのだが、今のが北斗神拳だ。ああ、やつだ。うん、死んでいる。うん、いい友だな。マミオ、大丈夫か。マミオ、もう戦いは捨てろ。自分の手で自らの未来を捨てることはないんだ。マミオ、うん、あ、この肩の紋章は。マミオ、マミオ、どうしてお前の肩にユダの紋章が。マミオ、教えてくれチョロ、あのユダとマミアの間には何があったのだ。女だ、やはりお前は女だ。ユダは俺が必ず倒してやる。俺はお前を。マミア、マミア、マミア、どうやらメディソンシティから持ってきた薬も効き目はなかったようだ。俺は奴を、ユダを知っている。同じナントの男としてな。奴はナント六聖剣の一人。お前の友シンと俺、他にあと四人ナント聖剣を極めた男たちがいる。ナント聖剣108派の頂点に立つ六人の男たち。それを人々はナント六聖剣と呼んだ。ユダ、奴もその一人。俺の命はあと二日。マミアの愛など求めぬ。ただ俺はマミアのために死に、あの女の心の中で生きていたいのだ。こんな時代だ。男たちの命は短い。しかし女は子を産み、そして物語を語り継ぐ。勇ましかった男の戦いの物語を。ユダ、俺の最後を飾るにふさわしい男。俺は奴を必ず倒す。大丈夫だ。今、俺はどんな苦痛にも耐えることができる。お前ならわかるだろう。行こう。俺には時間がない。はあ、間に合った。一日あれば蹴りはつく。あ、何？これは、どういうことだ？しまった！俺は忘れていた。あのことを。ユダは、なんと六星のうち妖精を持つ男。なんと六星剣はそれぞれ星を持ち宿命を背負っている。真の星は純正、愛に準ずる星。俺の星は犠牲、義は人のために生きる。そしてユダは妖精、あやかしの星。またの名を裏切りの星。あと二日、もはやここまでか。聞こえ、ユダの嘲笑う声が。ケン、もう市長制が落ちてきそうだ。行こう、ブルダンの町へ。市長制が落ちてきそうだ。いよいよ今日で最後になりそうだ。急がねば。市長制だ。市長制が降ってくる。無様に気を失ったか。急がねば。市長制が落ちてくる前に。ブルダン。俺たちもブルダンの町に向かうところだ。ケン、行こう。ブルダンへ。ここで倒れるわけにはいかん。さ、行こう。ユダは裏切りの星だ。お前たちがいくら忠誠を誓ってもいつかは裏切られる。
ユダ、ユダ、貴様のために過去を悔いている女のため、そして俺の人生の決着をつけるため死んでもらう。貴様、違う、ユダではない。おのれ、おのれ、おのれ、ユダめ、ユダ、どこにいる、ユダ。またしてもユダに計られた。だが俺たちは見た。この悲しみの時代でも、一つぐらい報われる愛があってもいい。無念だ。ユダに人たちも浴びせずに。ここは、そうか。俺はブルダンの町で気を失い、マミアは、無念だ。このままユダを倒せずに死んでいくとは。俺はまだ生きられるのか。俺はなんと六星拳の一人、義に生きる星の男。俺がどっちを選ぶかは分かっているはずだ。トキ、頼む。俺は少しでも生き延びたい。マミアのため、ユダを倒すまでは。あっ、うん、あっ、うん、あっ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 、それはまだはっきりと見える。マミア、お前には教えていなかったが、北斗七星の脇に輝く小さな創星のことだ。あの星が見えるものは、じきに死を迎えるという。どうした、マミア。何？マミア。定めに縛られたどこまでも悲しい女。俺の命、お前に捧げよう。ユダ、決着の時は来た。とうに朽ち果てているはずのこの体。だが、今一度命の炎を注がれた俺に、もはや迷いも悔いもない。ユダ、今度こそ貴様を。無念だ。ユダに人たちも浴びせずに。
俺にもう後はない。泣くなアイリ、俺はもう思い残すことはない。この悲しい時代に友と呼べる男と巡り合い、そしてマミヤとも、あとはただユダを倒すだけ。いや、未練だ。ユダ様。ユダ、よく俺の前に姿を現してくれた。言いたいことはそれだけか。たとえマミヤが死にゆく定めにあろうとも、俺の気持ちは変わらん。マミヤ、悲しい女よ。せめてお前のために死んでゆく男が一人ぐらいいてもいい。ユダ、さあ決着をつけよう。ひょーユダ、次はお前だ。ユダ、妖精を二度と輝かせはせん。死ぬのはお前だ。来い、ユダ。なんと水中剣。スザク天将。シャオシャオキュー。俺を支えているものはマミヤへの愛、この熱き思い。愛を知らぬお前にはわかるまい。貴様もこれで終わりだ。ユダ、妖精は今日地獄の闇に落ちる。何？ユダ、何をした？何の真似だユダ。まさかダムを。何の真似だユダ。なんと水晶剣奥義、飛翔破雷。ユダ、お前には俺を倒せない。ユダ、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 お前もまた孤独な剣士だが、俺もすぐに行く。さらばだ。なんと六星剣、降格剣あやかしの星ユダ。マミヤ、マミヤ、とうとう俺にも最後の時が来たらしい。マミヤ、市長生が頭上に落ちる日まで精一杯生きろ。たとえ一瞬でもいい。女として生きろ。女の幸せを求めるのだ。さらばだ。来るな！来てはならん。俺は、お前にだけは俺の砕けていく無様な死に方を見せたくない。マミヤ、幸せにな。時、世話になった。剣、生き続けろ。死ぬなよ。今の時代、この不幸な時代にお前の北斗神拳が必要なのだ。涙を笑顔に変えるために。アイリー、先に行く兄を許せ。アイリー、時間がない。リン、バット、元気で暮らすんだ。あ。俺はなんと六星剣、義の星の男。人のために生き、人のために死ぬ。俺はこの不幸な時代に飢えた狼のような心で生きてきた。俺の生きる目的はただ一つ。たった一人の妹アイリ。あいつを連れ去った七つの傷の男を倒すこと。そんな時、俺はケンシロウに会った。
しく気丈な女。俺はケンシロウになぜか安らぎを感じた。俺と同じ心を持つ男。しかし、奴は宿命を追っていた。俺などお呼びもつかぬ、血の宿命を。三男ジャギ、ケンシロウへの憎しみだけで生きていた男。奴はまた、愛理を奪った偽の七つの傷の男だった。次男トキ、病に侵されながらも、強く心優しき男。ラオウ、世紀末覇者を名乗る長兄ラオウ。まただ。ダオウは去った。だが、ダオウの剣は俺の命を徐々に、しかし確実に削っていった。マミア、俺が生まれて初めて愛した女。しかしマミアには、なんと六星剣あやかしの星ユタ。俺の残り少ない命をかける目的ができた。それは、ユタを倒すこと。そして運命の時は来た。水晶剣奥義、飛翔破壊。なすべきことはすべてなした。俺はなんと六星剣、義の星の男。義の星は人のために生き、人のために死ぬ。悔いはない。剣。バット、トキ、アイリ、マミア。レイ、お前の生き様、忘れませぬ。お前もまた、シンと同じように俺の中に生き続ける。なんと六星剣、義の星の男レイ。お前の伝説は、永遠に消えない。